あ、みやちゃん、ほらお姉ちゃんに甘えよ。暑い？いや、もう冷めましたけど、帰ってきた。やっぱ外に落ちたっけやろうな。もっと本気で撫でてっち、ほら。ミヤオとマイケルどっちが好き？マイケルも最近すごい触らせてくれるから。そうやろ、マイケル最近触らせることになったんやな。マイケル男はダメやけんな。選ぶ。うん、よかったな、ミヤちゃん。ああ、よかったな。嬉しいな、ミヤちゃん。うん？噛みついちゃるよ、ちょっとピッと。痛いけんな、噛まれた。何のタイミングで噛むんかな。突然噛んでくるやろ、うん、なあ、ピュッてくるやろ。もっと当たれっちゃうね。そっちの手でも当たれっち、両手で当たれっちゃうね、こいつ。いや、俺がいつも両手で当たるけんな。片一方は腹で、片一方は顎当たるけん。すごい痛い。尻尾とことか喜ぶ。そこそこ、ほらほら。あ、よかったな、ミヤちゃんな。まだ足らんち。そうやってみんな変えられることになるんで。なあ、ミヤちゃん。本当な、これ怒った顔だな。どう見ても、しかも一点を見つめて、なあちゃん。こんな嬉しそうとかさ、気持ちが、いや、これは今いい顔してあったけど。なんでそんな目見る。嬉しいんでな、ミヤオな。嬉しいな。ああ、嬉しいな。いつまですればいいんだ、ミヤちゃん。終わりがないやんな。
ょっとでも宮を超えたかな、ね、マイケルの方が超えたかな。マイケルはちょっとなちょっとなんかその辺が丸くなったことない。そうなの、毛が柔らかいやろ、ミヤオ。ふっさふさ。うさぎみたいな毛やもんな。気持ちいいですね。多分こいつ家に連れて帰ったら一緒に寝てくれるやろうけんな。ほら、一緒に寝てくれるよ、絶対な。添い寝してくれるやろ。そうそう、2箇所当たると喜ぶや。お腹と首と、ほら。な、贅沢やろ。贅沢。うん、いかんか、スーツは引っ張っていかん。そうなんや、それ俺いつもこう服がこう見て、俺の服こうな、全部増えんな。いや俺前リアゴはな、だいたいこの午前中この10時過ぎには帰ってこんのよ。な？だけど多分姫野さんが来たのが分かったけど帰ってきたと思う。私がおるけん。うん。俺そう思うわ。じゃねえとこの時間帰ってこんもんこいつ。そうなんか。うん。多分な。そのうち銀行の前で座って待っちゃったらどうする？困るなそれは。すげえやろ毛が。マイケルさんの毛がすごい。ああよかったな、ミヤちゃんな。よかったな。ああよかったな。ああよかったよかった。な。なんだそのポーズは。え？水拳やもん。ほら、ほら水拳のポーズや。これ。癒されるやろなあ、癒されるやろ。癒されます、かわいい。 ああ、みやちゃんよかったな。